皆さんこんにちは、広報秘書課の岡田です。副消費者の谷口です。で今回ちょっと急遽動画の方を回させていただいてるんですけど、はい、先日の最強寒波で断水の被害ちょっと多かったということで、事前にですね食い止める方法など紹介できればなと思いまして、撮影の方をさせていただいております。はい、でまた今回もですね水道部の方をお呼びしておりますので、早速登場していただきましょう。水道総務課主任の出口沙央です。今回の寒波では実際どんな対応されたんですか？給水活動と断水復旧活動を行いました。給水活動はこの後ろの給水車ですか？こちら業者からこの給水車を持ってきていただき、で市で給水車2台を配備して、行いました。地元の方がですねやっぱ献身的に節水をしていただき、まあ、4日間という期間で、食い止めれたというのも大きな要因でございます。ではその漏水のチェックなんかぜひ現地で教えてもらいたいと思います。こんな出るんですね。現在水道部で把握しとる数でいくと市内に1000カ所ぐらいこういった漏れが あるようです。この勢いで1000カ所も出ると水がなくなるのも分かりますね。すごい勢いですね。ですから排水池が空になったというのがこういう、事態から起きたということで、やっぱり自分の目で確認するしかないということですかね。こういうところはやはり、自分で確認するか、例えば空き家ですと付近の方があそこ漏れとるよという情報をいただき、職員が止水栓を止めに行くというような形になろうかと思います。コミュニティです。まさにコミュニティです。なるほど、はい。先ほどぐらいですね、水が出てると僕ら素人でもすぐ発見できると思うんですけど、ちょっとした漏水とか気づきにくい漏水ってどのようにチェックしたらいいんですか？はい、それでは漏水の確認方法、個人でできるポイントということを説明させていただきます。お願いします。まずは家の中である蛇口を全て閉めてもらいます。次にメーターボックス、それぞれメーターボックスがありますが、そのボックス内の水道メーターを見ます。はい、そうするとここにパイロットというものがありまして、これが漏れておると時計回りに回ります。今止まってるんですよね。今このお宅は止水栓というバルブで水漏れを止めてます。はい、例えばこの止水栓を開けますとパイロットが回り始めます。でここのお宅はかなりの漏水吹いておりますんで、パイロットがすごい勢いで回っておると。これならば簡単に自分でもチェックできそうですね。ちょっとした漏水がしてるってことは、このパイロットがちょっとずつ回ってるってことなんですか？そうです。ですからちょろっと回っとるやつはなかなか発見がしづらい、ですからこうなるといなべの指定工事店に依頼をして修理を していただくということになります。じゃあ回ってるのを見つけたら、もうここの止水栓元栓を一旦止めて修理業者を待てばいい。そうですね、修理に来ていただけん場合は必要な時に止水栓を開けて使用、水を使わない時には閉めておくという方法も大事かと思います。ここのお宅はメーターボックスがどこにあるかというのをご存知でありましたけども、君たちはメーターボックスがどこにあるかっていうのは分かりますか？いや正直自宅で意識したことないですね。ないですね。見たことないですよ。僕も今回は水道部職員ではないんですけれども、漏水チェック回らせてもらってまして、その時もやっぱり一番苦労したのはこのボックスを探すっていうところでしたね。雪で埋まってしまってるのもあって、雪降ってからとか何かあってから探すんじゃ遅いなと思いました。ね、はい、それぞれのご家庭がどこにあるかというのを認知していただくのは私らはもう願っております。はい、じゃあもう早速皆さん今日は探してくださいね。しまらんな。
じゃあ先ほどはですね、漏水の発見の方法を教えてもらったんですけど、次は個人で未然に防ぐ方法っていうのを教えていただければなと思います。いく通りか方法がありますが、例えばこのお家、すでに保温筒ですね、こういったものを処置していただいておるんですが、ここにもうすでに老朽化して缶が今むき出しになっております。それとやっぱりここらはこれここの部分はやはりむき出しになっとるので、こういったところが凍結し破裂するということが起きます。それでは個人でできる応急処置の方法ということをご説明をいたします。例えば今こちらもございますが、こういった保温筒、ホームセンターにもう在庫がなく売り切れておるという状況が起きてました。ですから身近でできることとあれば、例えばこれプチプチじゃないですか。そうですね、プチプチですね、プチプチ、はい。このプチプチをですね、こうまあ全体的に覆うことで凍結を防ぐこともできます。こんな簡単に防げるんですね。そうですね、うちはタオル巻いてたりするんですよ。あんなんは意味ないですか？今谷口くんが言ってくれたように、こういったタオルを巻くというのも一つの手なんですが、怖いのはこのタオルが今度は濡れて凍ってしまう。あの濡れないようにスーパーの袋などこういった形で使用して、できれば布テープ、ガムテープでも布テープの方ですね、あるいはよくあるビニールテープでここを包み込んで保温するというような対処方法があります。これタオル出ちゃってでもいいんですか？いや、これは今応急ですので。これが本気の、本気はあの本気モードかなりましたじゃねえよ、鳴らさせたいな。完璧です。素晴らしい。久保さん、今日は本当にありがとうございました。はい、どういたしまして。完全復旧はしたというものの、いまだに各ご家庭で水道の破裂が起きております。今一度自宅の水道、あるいはご近所空き家等をですね、漏れていないかという情報をいただきたいというのと、今日やった方法で、皆さんも常日頃から心がけてほしいなと思っております。今回ですね、結構いつものテイストと違う結構真面目な有益な情報も出せるんですね。そうですね、このチャンネル、実はこのチャンネル有益な情報を流してますので、まあ、高評価と今回のテクニックをですね、周りへの周知お願いいたします。それでは皆さん、さようなら。